はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、今回は、ゲーム実況の画面だけど、まあいつもと同じゲーム実況画面なんですけれども、今回は動画です。はい、安心してください、ちゃんと感想動画になっております。はい、まあね、一応ゲームやりながらやった方が、まあ俺の感想とゲーム画面見てダブルで楽しめるかなということで、このね、ゴジラ、1964年のゴジラを使って、まあちょっとプレイしながら、話していこうかなというふうに思います。まずはですね、ゴジラ、復活っていうのかな、まあ上映、おめでとうございます。そしてありがとうございます。ありがとうございます。はい、しっかり見ました。はい、で見た上で、まず最初誰でも見れるように、まずはネタバレなしの感想をサクッと言おうかなと思います。はい、ですね、まあ、僕見てきまして、でまあ正直ちょっと見るの遅れたんですよ。なのでもうツイッターとかいろんなところでも情報漏洩とか、なんというか、なんかもうネタバレがもうそこら中にちらほら転がっている状態で、もうツイッターを開かず頑張ってね、耐えたんですよね。あー、コンボが良かった、良かった、続いた。でそのでなんかみんな口を揃えてこう言うじゃん、神だった、良かった、なんていうか、もう感動した、泣きましたみたいな、もうめっちゃ流れてるやん。そんなかって、そんなに俺舐めてたよ、舐めてかかった、めっちゃ舐めてた。どうせまたシンゴジみたいにね、まあシンゴジ良かったけど、シンゴジ良かったけど、まあ、どうせと言っちゃあれなんだけど、まあシンゴジ良かったけどね、良かったけど言ってあのレベルでしょみたいな。シンゴジいいよ、うん、いいんだけど、シンゴジは100点中200万点くらい上げちゃうくらいの良い作品なんだけど、まあ言うてでしょみたいな思ってた。で実際舐めながら見に行きました。正直に言います、舐めながら見に行きました。まあ、もう何をどう見てみんな口を揃えて良かったって言ってんだろうみたいな。もう俺は全員を疑った、どうせステマだろうと。まあゴジラの作品だから、まあいい悪いはあるとして、まあ良い作品にはなっているではあろうよ、うん、ただみんな口を揃えて良かったっていうか、100人全員が良かったっていうのか本当にって思ったけど、見てきてから変わりました、良かった率直に言います、でちなみにこのゲームの方は適当に進めてるんで、コンボを途切れてんじゃん、お前下手くとかやと思ってる方いるかもしれないけど、今適当にやってるんで、もう会話にもう全集中してるから、うん、会話が今全集中してるんで、はい、そこはお手柔らかにゲーム画面はせめてもの皆様が飽きないための、一手間ってだけなんで、お話に集中してくださいで、うん、何が良かったかっていう、きめ細かく言うとネタバレになってしまうから、前半はしっかりねネタバレしないように話そうかなと思います。まずは戦争の恐ろしさっていうのがきめ細かく再現されてる、めっちゃ再現されてた、びっくりした、ここも再現するんだみたいな、へーっていうのもあった、びっくりした、ここ映すんだみたいな、ここ表現しちゃうんだみたいなのもいくつかあった、まあだからこそ戦争の恐ろしさ、怖さ、なんつうのかな、危険が危ないじゃない、なんつうんだろうねね、戦争はこうなんだよみたいなところも教えてくれるような、なんていうの、見て学べるじゃないですけど、まあそこも評価に値するのはもうもちろんのこと、ゴジラですよ、ゴジラ、みんな、俺も舐めてた、ぶっちゃけみんなも舐めてると思う、見てない方は。今まではね、100メートル超えの世界を巻き込むほどの
超でかい大怪獣ゴジラがハリウッドで映画化された中で50メートルのゴジラをここで出す、普通舐めるよね、そりゃ舐めちゃうよ。たかだか50メートルだろってなるやん。そうじゃねえ、引けを取らねえ今回のゴジラは、まあそれはもう見てくださいとしか言いようがない。ネタバレなしで言ってるから今、まあこの後ね、あのちゃんとネタバレありますよみたいなところちゃんと言いますけれども、はい、まあ、まずはね、そのゴジラの、ちゃんと強いです、めっちゃ強いゴジラ強い、もうざっくりとしか今言えない、ネタバレになっちゃうから、ゴジラは強い、怖い、迫力ある、で、あのキャストさんたちの演技力がすげえ、で戦争の恐ろしさがきめ細かくて怖い、で一部一部すべての箇所、例えばなんて言うんだろうな、まあ、分かりやすく例える、分かりやすく例えるなら、あの映画泥棒のあの映像あるでしょ、であれ捕まりました、捕まりましたっていうシーンがあって、でそこでさ、捕まってるカメラと捕まえてるピーポーパーポー、ピーポーパーポーいるじゃん、ピーポー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 ポーなってるやついるでしょ、あいつは真ん中に映っててめっちゃ見栄えあるんだよ。でも、あ、ちゃんと聞いて、あの俺ちゃんとあの説明するからでも周りのピーポーパーポーたちはあのただただ同じ動作を、指を指すだけの動作をしてるだけで見栄えがないのよ。でも全体的に見ると、あー迫力ある絵だねみたいな感じになるんだけど、引きで見るとね。ただズームで一点だけ見ると、なんだよ、同じ動きしてるだけのただの安上がりのキャストじゃねえかよっていう風になるじゃん。ちょっと言い方悪いけど、ただ今回ゴジラの映画って画面のど真ん中見て引きながら見て、うわーすごいなーじゃなくて、一部一部もう右上もう左下の角を見てもどこ見てもすげえんだよ。ビルの崩れ方、キャストさんたちの演技力、そしてあのなんていうの、後ろのあまり目立たない方々も一個一個に役があるんだよね。だから適当な動き、ワンパターンの動きじゃなくて、それぞれに役割があってどこ見てもおもろいのよ。俺全部見るのよね。引きで真ん中中心で全部見ます、あおもろいねじゃなくて、俺なんだろうな、一部一部を結構細かく見ちゃう癖があって、そんな俺でも100点満点上げられるくらいのすごかったんだよね、演出っていうか映し方っていうか、ごめんねテンション上がってちょっと言葉があのあれなんだけどとにかくすげえとしか言いようがなかった、あのおおーって見ながら声出てたもん、見ながら、おぉ、うわ、すげえ、おぉ、ってなった。ってなってた、実際。気づいたら拍手してたもん、ちっちゃく。ちっちゃく拍手してた。拍手してる俺がいたよ。で、あとはね、その、なんていうのかな。まあ、キング・オブ・モンスターズとかさ、なんか、いろいろありましたよ、今まで。で、キング・オブ・モンスターズは、もう、怪獣だけみたいな。もう怪獣オンリー、もう怪獣目線でみたいな、もう怪獣に特化しましたみたいな動画つか、あの映画になってるけど、今回あのシン・ゴジラ並みのあのあれかな、あの人物像を描きながらなんかね、あの人と人とのストーリーがね繰り広げられるのかなと思ったら、そのまた上を行きましたね、すごかったわ。ちょっと笑えるところもあったし、クスッとね、クスッと笑えるところもあってちょっと良かった。で、あと人と人との関わり方がリアル、だから相当ね、あでこの人と人との役割とかその演技っていうところで言うと、あのですね、一番僕が目を光らせたというか目を引かれたというか、役者さんっていうのかな、子役の方なんですよ、子役の方、子役の方がいてね、演技すげーの演技がすげーのよ、
何がどうすごいとか細かいところまではね、あの今ネタバレしないように話してたらちょっとまあ後々言うんだけど、すげえ、うん、俺がガキの頃あんな演技できない、どういう演技って言われても今言えないんだけど後々言うんだけど、とにかくすごいの、でツイッターとか何あの感想とかで皆さんが言っているように、これはいい作品、絶対に見るべき、あの日本人だったら絶対に見ろっていうのはマジそう、マジで俺もそう思った、絶対に見ろ、絶対に見ろまではいかないけれども、だって戦争のうんぬんかんぬんもちょっと見れるっていうか、見れる、学べる、まあ恐ろしさってのが分かる、でちゃんと 人と人とのストーリーがあり、そこにゴジラもちゃんと組み込まれてるっていう、何これな、何これ、文句のつけどころがねえつけどころがねえっていう風になりました、はい、という感じですね。ひとまず、ネタバレなしで、あのまあ魅力を伝えるんだったらこんな感じですかね、はい、というわけで、ここからはネタバレありでいきます、はい、ここからはネタバレありで話します、はい、なので、ここから閲覧する方は、ネタバレ注意で、ネタバレ注意というかもう 100% ネタバレでいきます、はい、200% ネタバレでいきます、もう一部始終すべてをペラペラ喋ります、うん、そして細かい感想もすべて言っちゃいます、はい、嫌な方は、ここでね止めてください、ちゃんとねあの見てる人見れない人が見れるような動画にしていきたいと思ってますんで、まだ見てない方、あのお家でね DVD が出てから自分 の, あの大画面テレビとあの超高級なスピーカーでねあの見たいっていう方はあの多分映画館に行かず多分自分家で見ると思うんでね、うん、あれ姿を現すってまあ いやそんな仕方しながら話すんだけど、でこっからもうネタバレありでいきます、はい、で先ほど言ったもう演者っていうか演者じゃねえやキャストさん役割の子役の方っていうのがすごくて、どのシーンがすごいかって、まず言えるのが可愛いまず一言可愛い、バチバチ可愛い、何あの喋り方、天使かって天使か、ロリコンになっちまったらどうすんだよってくらい可愛かった、可愛い100点満点で、さらに可愛いだけじゃねえんだ、あの子演技力もすげえんだ、何がどうすげえかっていうと、あの泣くシーンがねいくつかあったんだけど、ちゃんと泣くのよ、ちゃんと泣くの、ちゃんと泣くってなんか意味が伝わりづらいかもしれないけど、ちゃんと泣くのよ、あのあこいつ演技で泣いてんなみたいな、じゃなくあ本気で泣いてるじゃんみたいな、なんつうんだろうね、まあ演技なんだけど、演技なんだけれども、あ本気じゃんみたいな、うん、なんだろうね、心があるあの演技には、うん、まあ本当に役になりきってんだよあの年で、すごない、俺で無理無理、あんな無理無理、あんな演技絶対できへん、どうやって育ったんすげえよな、って思った。でもう一個すごいの、まあ、あの泣き方もそうだし、あの喋り方もそうで、あとうなずくところも可愛かった、うん、でさらにはあのすげえガチですげえって思ったのが、あの今からもう特攻しに行って、もうあの飛行機乗ってあの死にに行くよみたいなシーンあるじゃん、口の中に行きますみたいな、最後の戦争終わらせてくるってみたいな、あの寝てるところさ、あの服着て出かけるシーンあるじゃん、あそこでさ、あの子役の彼が多分アドリブかな、左手をさ布団からちょっと出してさ手をつなごうとするシーンがあんの、実はあれ起きてるよってさ、いってらっしゃいの最後の握手みたいな、あれってアドリブなの、アドリブだったらすごすぎない、いやでもそんな無理か、子役にそれは無理かって思ったけど、自然すぎてあの演技が、えってなっちゃって見入っちゃったよね、うん、すごかった、
でさらには、まあ、今回主役のゴジラさん放射熱線吐くときのあの背びれがガチャンゴチョンガチャンゴチョンってもう大好きもう大好き語彙力ねまあ分かると思うんだけどね、見てくれた方はね、もう CM でも流れてるんだけど、あの背びれが伸びるんですよ、ガチャンゴチョンガチャンゴチョンって、かっこよ。でしかも前半言ってたでしょ、その、引けを取らない、今までのゴジラにも引けを取らない強さがあるって、それはさ、もうあの放射熱線、自分の体を焼くほどの顔面がただれるほどの、焼けただれるほどの放射熱線を自分で打ち出すっていうね。でしかも他のゴジラにない超再生能力やばくない？で黒い雨を降らせるほどの核エネルギーで、あの爆発の威力よやばくない？あれさ、ぶっちゃけさ、アニゴジ超えてるよね、あの威力。あの威力アニゴジ超えてるし、多分ドハゴジの威力も超えてるんよ、あの一撃は多分、やばすぎてシンプルにやばいし、迫力満点だし。で普通のゴジラの、放射熱線ってゴーって吐き続けて、首をね横に振って、街をね横右から左へブワーッと吹きながら蹂躙して炎を吹かせて歩くっていうのが多分ゴジラのね印象に残る なんでね感じだと思うんだけど、今回のゴジラもうショットガン今までのゴジラはマシンガンだった、ごめんね例えがちょっと悪くて、今までのゴジラはマシンガン、今回のゴジラショットガンなのよ。なんだったらロケランですかみたいな、グン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 グガッチョンゴッチョンガッチョンゴッチョンウィーンボーンっつって吐くのよ、ゴーじゃなくてゾーではなくボーンなんだよね、ごめん語彙力ねえわいやでも絶対見た方だったらわかる、絶対に見た方だったらわかるんだけど、あの威力半端ない一撃でゴジラ のミサイルにも負けないの体表が焼けただれるんだよ自分を焼くほどの威力バーンって一撃で一瞬でバーン放って、で直撃したところがもうあのキノコのあれですよ、核のミサイル落とされた時に黙々としたキノコ型の煙爆発っていうの、ごめんね語彙力はごめんなさい、小学3年生レベルっていう感じで捉えてくださいね、になったじゃん。でやってやったぜみたいな、ゴジラの背中のシーン、はあたまらんあたまらんで、その後黒い雨がバー降ってね、うわーって叫ぶんだけど、まああれ叫ぶしかないよね、愛する人を吹き飛ばされ、街蹂躙され、黒い雨が降って全てを失ったら、もう叫ぶしかないよねそら叫ぶわな、だからもう窮地に立たされた人間がね、何をするか、チクショーとかゴジラとか叫ぶんじゃなく、もう言葉にならない叫びをブワーっていう、あのシーンも監督のなんて言うんだろう、細かなね、こだわりを感じたというかさ、でこだわりで言うともう一個あって、ゴジラ今回の大きさはさ50メートル級じゃないですか、今までのゴジラってさもう100メートル級超えてるわけじゃないですか。で何がすごいかって、ビルを破壊するシーンなんですよ。うわすげえな、リアルだな、怖いなって思ったよ、間近に感じる、身近に感じる、あの大きさ。なんでかっていうと、今までのゴジラもう 100m 超えちゃいましたね、街がちっぽけです、歩くだけでビルは踏み潰され、ちょっと手を振ったりちょっと尻尾を振れば全てが吹っ飛ぶね、もう一瞬だったじゃん、ズゴンバガバガバガンゴゴゴゴゴって崩れるんではなく、バーンドカーンジュドーンだったんでしょ、一瞬だったのよ崩れるのが、街ビル建物一瞬で壊れてた。でも今回のゴジラは違うんだよね、あの大きさだからこそ見せれる壊し方っていうのは、演出があってさ、すごかったのよ。何がすごいかって、今までは一瞬で破壊してたビルを、そのゴジラは
尻尾を、まあ、この今俺が使ってるこのゴジラに例えるね、例えやすいわ。ゴジラのゲームプレイしてるとこうやって振り向くシーンがあるのよ。こうやってグー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 って、でこの尻尾、この尻尾がそのね、ゴジラの体重に合わせて、ゴジラの体重と筋力に合わせて動くわけですよ、ちゃんとリアルに。でそれがビルにドンって当たった瞬間、一回止まるんだよね、尻尾が。わかる？ボンって一回止まって、そこからゴジラの筋肉力がグッと入って、今から壊しますみたいな、グッ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 グってなんかどんどん尻尾が動いてくるんだよね。攻撃を開始してください。わかる？ただもうでかいゴジラもあのそんなん力込める必要もないから、もうどし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 なんだかなんだかやってればもうビルなんてもうバカ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 崩れるんだけど、そのゴジラだけはもうこうやって尻尾をねこうやってガーって、まあ、向き的に言うとこっちだね、向き的に言うとこっちだよね。でズゴゴゴゴゴゴっていくんだけど、ゴジラの尻尾の入り方に注目しちゃって、僕一回止まるじゃん。でそっからビルにひびが入り、崩れ、窓が割れて、ボコン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 、ドド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 ドガーンっていくじゃん。あのなん何、あのゴジラが力を入れて街を根元から根こそぎ壊してます、ゆっくりとみたいな、あのシーンが恐ろしくて迫力があってかっこいいよ。うん思わん思わん、ごめんね、今回生放送じゃなくて動画だから、みんなの率直な意見を生放送で聞けなくてごめんね、今回あのねあの動画で収めちゃってるんだけどね、うん、ね、うん、すごかった。演出が一個一個すごかった。で、戦艦っていうの、船を壊すときもそう、船の大きさとゴジラの大きさがあんまり変わらないのよ。だからこそゴジラが、ゴジラの胸あたりにあったのかな、船が上からバコンバコンつって一個一個壊すんだよね、大砲とか操縦席みたいなところも一個一個噛みついて、一個一個手で掴んで、一個一個ぶち壊していくんだよね、しっかり確実に。それもまたすごいなってなって、今までねえなみたいな、もう今まで放射してベー終わりじゃん、ベーとかもう掴んでなきゃベーおしまいみたいなのもあったじゃん。でも今回は一個一個丁寧に壊すんだわもう丹精込めて壊してくれんの言い方変か、言い方変か、ちょっと日本語が見つからんわ、うん、まあそんな感じでね、あの壊し方がすごく、凝ってた、うん、で一個一個の再現率が高かったのね。で俺が先ほどあのネタバレなしの方でも見れる、あの聞けるみたいな感想の時に、あのね、端っこを見ても面白いって言ったじゃん。そうゴジラは真ん中にいるけど、崩れるビルが端っこの方からしっかり崩れてってるのが見れて、なんて言うんだろうね、まあ相当時間かけたんだろうね、時間とお金、うん、かけただろうね、はい、すごかったもん。で、ね、今回ねゴジラの点数をつけるとしたら、もう100万違うごめん先走ったわ、100点中100万点っていうことをしたらもう100万って言っちゃった、うん、あのもう点数が先走っちゃうほど神っていうか、今回すごかった。本当にお金を出して見に行くべき映画館、みんなレッツゴーっていうふうに思うんだけど、まあね、そんな僕でも一つ思うところはありますね。ゴジラが大好き、今回のゴジラ良かった、100万点です。でもねって思うところがあった。絶対にみんなも思ったであろうところ。それって何？それはね、みんなも考察してたでしょ？ CM でゴジラが出たとき、初めてゴジラの姿が映ったとき、この頬の傷は何だろう？え？もしかしてゴジラに対する怪獣が現れるのかな？え？マジで？じゃあ何が出るの？アンギラス？モスラ？ラドン？どれ？みたいな考察があったじゃん。でもしかしたらこの怪獣が出るかもしれないみたいなさ、考察みたいな動画上げてる方は何万再生とか何十万再生言ってたわけじゃん。そう言うてね、みんなはね、あの対する怪獣が出ることをね、多分ね心からね、
期待していたわけですよ。でもね、今回の、ゴジラマイナス1、皆様の、予想していた通り、まあ、どうせ出ないんだろうけど、まあ、ちょっと夢見たいなっていう風に思ってたからごめんなさいね。相手現れません。怪獣いません。あの頬の傷はあのね、魚雷 なんだっけあれ、あれですあれです、はい、人の手でつけた傷ですね、うん、ただなんで超再生能力を持ってるゴジラがあそこの傷だけちゃんと直せてないのって思うじゃん。それはまだゴジラが、まあ、完全体になったばっかで超再生能力がまだ未熟だったのかなみたいなだからちょっと残っちゃったよって感じだと思うんだけど、それをみんなして、え、対する怪獣いるのみたいな風に考察してたわけじゃないですか、うん、だから俺はすんごいね、あの、まあ、どうせまたシンゴジみたいな人と人間でしょみたいないやところはあって、まあ案の定、まあ、人と人間でした。まあそこはぶっちゃけ、まあマイナス、マイナス1かなそこはちょっとマイナス1かなって思った。いやでもね、今回の映画はちゃんと100万点だよ。100万点だけど対する怪獣だったら200万点だったよねっていう感じ。だってどうせあれ、どうせ1本で終わる映画でしょ言うて1本で終わるんですよ。俺らの期待を背負ってあの、まあ、いるものの、まあ、言うてあれでしょ、一発で終わる映画でしょね。今後ね、今後マジで対する怪獣出るんだったらまだ、まあじゃあ前座としてしっかりね受け取れるよね。それは新あの何て言うのかな、あの初代ゴジラもそうだったからね、まあ、ゴジラを復活させてちゃんとこれから怪獣、対する怪獣出ますみたいな感じだったら、うわーすげえやばいかっこいいふうってお金いっぱい出しちゃうっていう風になるけれども、っていう風になるけれどもね、うん、なるキャラってあんまそうじゃないじゃん。どうせあれ短編で終わるじゃん、うん、で、あともう一個マイナス1なところはもうマイナス2かあれなんですよ、タイトルでネタバレしてねタイトルでネタバレしとるやん、うん、どういうネタバレっていうとさ、あれなんですよ、なんつうんだ、あれよあれよこれよあれやこれやと、主人公がね、まあ特攻しますね、で死にませんでしたね、ちゃんと生きて帰ってきました、はい、生きて帰ってきてゴジラもちゃんと頭吹っ飛ばして倒しました。で、同棲してた女性も実は生きてます。ハッピーエンド、おお、ハッピーエンドか、お涙バー出るよね、もう俺も涙出たよ、うん、でもね俺の心の奥底であったんだよ。だって CM で言ってたよね、ゴジラマイナスワン、絶望のその先、絶望から絶望へ、終わらない絶望、え丸く収まってないみたいななるじゃん丸く収まっちゃってるじゃんね。だってゴジラを倒してね、生きて帰ってきて、女性も生きてだとね、丸く収まっちゃったじゃん。でもタイトルでネタバレしてるから、いやどうせね、あの超再生能力ですから、まあ再生して復活してまた襲いに来てバッドエンドでしょって思ったら、まあ案の定そうですよねまあ案の定ですね、ネタバレしちゃってるからさタイトルで、うん、何がどうハッピーエンドに転んだとしてもどうせ最後はマイナスになるんでしょ、うん、なりましたねなったね、うん、まあそれはそうだよね、タイトルで言ってるもんね。だからネタバレを盛大にやっちゃってる、
盛大なネタバレパーリーナイしちゃってるところと、対する怪獣がいないところがちょっとマイナスワンかなって感じでした、うん、お前この作品に神の作品にイチャモンつけんじゃねえよっていう風に思った方中には絶対いると思うんだよね。でもね、絶対にみんな考察したじゃん、あのゴジラの左目の下の傷、え、ゴジラに傷をつけられるほどの核、うん、何、威力を持てるのか戦争後に日本が、無理だよね、それは相対する怪獣いるよね、てかいてほしいなっていう風にみんな思ったわけじゃん。絶対に思ったよね、絶対に思ったよね、俺思ったもん、うん、自分の価値観を人に押し付けるなってなまあまあね、うん、まあただね、そこなんですよね。だから今回の映画はすんげえ良かった、文句のつけどころがねえっていう風に思ったが、けられるわ、俺はゴジラファンだし今回の映画が好きだからこそ言える、うん、まあその2つはがっかりだ、ぶっちゃけで、どうせ短編だし復活させんなら続けろやっていうふうに思って、だってあの見せ方どうせ終わりじゃん、だってはい倒しましたと思いきや生きてました、はい再生してます、はいゴジラの足音が近寄ってくる、あの足音的に多分もっと大きくなって入ってきました、で最後はね一番どでかい高校をかまして、あの映画が終わるわけですよ、うん、完全にゴジラブチギレ状態じゃんブチギレで復讐しに来てるやん、うん、だからそのごめんね、あの会話に花咲かしちゃってるから、会話つうか感想に花咲かせてるから、プレイスタイルは今ドヘタになってるけど、ちょっとそこら辺はね我慢してね、うん、でそのなんていうのかなね、まあ、今回の作品は良かったね、黒い雨が降ってね、ゴジラの体内放射の体内放射じゃねえや、熱線のね威力も勝ることながらね、今までのゴジラたちとも戦えるようなね、あのすんげえ強いゴジラだったね、超再生、黒い雨を降らせる大爆発を起こすショットガン型の熱戦、新しいよね、うん、でさらに小回りが効くあのサイズで、筋肉もしっかりあるで、下半身がしっかりね、なんか造形って言ったら違うな、作られてるからこそちゃんと戦えるよね、戦えるスタイルではあるよね、だから多分バトれるよね、まあ言うてそのなんていうんだろうな、まあドハゴジとはやり合えたとしても、多分キングオブ、あ違う違う、あれだなんだっけ、ファイナルウォーズのゴジラとやり合ったら多分ファイナルウォーズをゴジラが勝つなとは思う、うん、ただあのショットガン型の熱戦食らったら、まあただでは済まないよねところはある、うん、そういうところ考察しちゃうよね、うん、で今までの ゴジラに対する怪獣、デストロイヤー、スペースゴジラ、キングギドラとかいっぱいね、モスラとかいますけれども、ラドンとかね、メガローとかガイガンなどなどいっぱいいますけれども、オールドもいるし、メガギラスもいるし、カマキラス、まあカマキラス出していいのかわからんが、うん、あの体型、あの形、あの強さだったら全然他の怪獣とも戦えるなって思った、ちゃんとね、うん、考えて作られてるのかなっていう風にも思った、だからあのスタイル、あの顔、なんていうの、ちょっと待ってよ筋肉っていうの、もう戦いに特化されたあの熱戦はもう全てが100点です、はい、でちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ壊したいわ、おーしょ、はい、まあそんな感じで、まあ、今回のゴジラマイナスワンは非常にいいものでしたが、タイトルで大胆なネタバレを起こしているのと、またゴジラの対する相手は日本を出さないのかっていうちょっと下がるところと、あれなんだっけ、うん、あと短編映画
ていうところかな、うん、まあ多分確実だと思うよ。もう今回の映画で終わると思うかな、うん、もう言い切ってもいいかな、もう言い切った方が逆に楽かな、うん、言い切ってそういう風に思った方が多分続編が出なかったとしてもショックは受けないから、まあそんな感じかな、うん、って感じ。キャストさんたちの演技力で、監督さんの引きで見ただけではなく、ちゃんとアップで見て部分部分を集中的に見ても、全てに面白みがある、深みがある、動きがあるっていう、あのこだわりっていうのも感じてよかった、うん、でセリフ一個一個に魂がこもってたっていうのもよかった。で子役の方の演技力も俺過去一だと思ってる、うん、すごかった、感動した。お金を出してみるべきものだと思う俺は、うん、俺は1回ではなく3回は見たいかなっていうふうに思えるけれども、マイナスな部分もあるよね。さすがマイナスワンだねっていう感じでした、僕の意見ではね。はい、という形になります。はいうーんかな、うん、でまあずっと喋りたいなこの話、うん、あの体内放射ではない熱線でさ、自分を傷つけるほどの威力のある熱線吐くのって多分今回のゴジラが初なんよね。まあ強いて言うならファイナルウォーズゴジラがくるっと回ってベーってやった時に、まあちょっと口シュワーってなってたよねまあそういうちょっとした火傷はあったとはいえ、今回の熱線は溶けてるから顔溶けちゃったから一発パーン打ったらすごいよね、うん、まあもうまたもう今すぐもう一回見に行きたいわ、うん、ってくらいでしたね、うん、いやすごかった、うん、であとあもう一個ごめん言い忘れた、あのね最後の最後船で挟んであのまあ作戦をやるんだけど、でその時のさ BGM 音楽っていうのあれがさ、まあ、大体さ また例えで言うけど、ホラー映画ってさもう来るなって分かっててもさ BGM とかさ音楽とかさあの効果音バーンみたいな急に来るバーンって音でさ、音に負けて俺らびっくりするじゃんね。絵面は分かっていてもこういう風な演出で来るんだろうなって分かっていても音で俺ら負けるやん、でびっくりするやんっていうのもあるんだけど、でも今回のゴジラの BGM は負けてないんだよね。そのシーンとその演出と BGM が全てマッチしてるのよ。全てが刺さんの。 BGM だけびっくりしてバーンじゃなくて全部が当てはまってて、なんて言うんだろうね、あれ鳥肌が立った、うん、うわーってなったよね。うん、だからそういう本当に細かいところが全てがあの 100% 人の心に響く演出になってるから飽きなかった、うん、終始良かった、うん、まあマイナスの部分もあるけどねっていう感じですはい、褒めて落とす、褒めてから落とす、うん、上げに上げて落とす、うん、このね動画は急上昇、急降下、急旋回するとてもスリリングなテンションです。はいね、そんな感じなんですけれどもね、まあ、今回、まあ、全部ざっくり含めて、もう全部含めて、うん、何点ですか、うん、100億万点いやガチでよかった、ガチでよかった。ごめんね、あのもうあのゲーム画面止めちゃってて、もう会話っていうかもう俺の感想に花咲かせちゃってるんだけど、ごめんね、もうゲーム止めちゃいたいくらい話したいから、生放送でやるべきだったかないやまあそんな感じですね。はい、とりあえずまあ一言で言うと良かったです。うん、普通に良かった、うん、でね、グッズも紹介しようかなって思った、グッズも紹介しようかなって思った。でもねゴジラの映画を見ます。じゃあグッズコーナーに行こう、ワク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 、デデンって見たらさ、もうゴジラのグッズの場所だけさらーってさ、なんもねえのなんもねえのゴジラのグッズ、えあれあれ他の人がちょっと
ね、奮発して買い漁ろうがちょっとは残るくらいの在庫を抱えちょっとだけあるくらいの発注したんちゃいますね。でもね、ねえのよ、まっさら一個もねえの、やめてくれよネットで買うとよわかるか、手数料金みたいな、なんかいろんなものがかかってよ、直接買うよりかちょっとかかっちまうんだ、やめてくれよ、直接買いたかったよ、もう買うよネットで、これやるわじゃあ、まあ見に行くのがちょっとね、あのちょっとプライベートの事情でね遅れてしまってね、まあまあ俺が悪いんですけれどもね、まあよかったですと、うん、グッズ買えなかったけどね、うん、まあそんな感じかな、うん、でまあ余談というか、まああれなんだけど、まあ映画見終わりました。でゴジラの方向わーってなります。でふわーって映画館明るくなるでしょ。そしたらちょっと前の方の席のおじさんが立ち上がってブラボーブラボーってやってたんだよでもう俺もね、心の中では俺もブラボーブラボーって感じだったんだけど、ごめん、ちょっと社会的なマナーがちょっと染みついちゃってて、俺ちょっとそれに賛同できなかったごめんおじさん、俺 の心はちょっと君と同じ気持ちだったんだけど、ごめん、ちょっと賛同できなかった。その拍手ちょっとシカトしちゃった俺ごめんねもしも見てたら、そう、あの時私後ろにいた方です、うん、まあね、そんな感じでね、ブラボーって叫んで拍手したいなって思うほどの作品だったよ、うん、本当に良かった。また見に行こうかなっていうふうに思います。はい、もうね、多分このまま動画撮り続けてもずっとね、きめ細かいコアな部分ばっかり言い続けてね、なんかまあ見た方はおもろいかもしれないけど、見てねえ方からしたらなんだこの動画っていう風になっちゃうからね、とりあえず今日はここら辺で終わりにしようかなっていう風に終わります。終わりますってなんだはい、というわけで、まあ感想は良かったです丸、うん、ですね。まあただ言えるのは、先ほど言った通りタイトルでネタバレしているので、まあ最後の最後は絶対に落とされると、上げて落とされるっていうのはもう目に見えてしまっている作品であり、対する怪獣は一体も出てこない、そして短編映画となっておるという感じだけど、全てを踏まえても良かったかな、うん、マイナスな部分もあれど、プラスの部分が大きすぎて、うん、カバーできちゃってんだよね、うん、もちろんね DVD 出たら買おうかなっていう。俺が唯一ゴジラの DVD で買ったのはキングオブモンスターズ1本だけなんだけど、他はねレンタルしたりとかしてるけど、買ったのはキングオブモンスターズだけだけど、今回のマイナス1は俺買うわ、ああそれくらいですね、うん、それくらい良き映画でした。はい、てなわけでね、まあ多分延々と話しちゃうので、今回はここら辺で終わりにしていきたいと思います。はい、ではですね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。でですね、まあこれも良かったよね、ああもう良かったよね、いやもしかしたら続編出るんじゃねみたいな、なんかそういうコメントもね、どしどし皆さんのね感想とか予測とかそういうのもお聞かせください。よかったらコメントでお待ちしております。では終わります。おつがみ、またね。